はい、即課塾の久保です。今回は、岸田新総理がですね、かつて、もう現金給付をするべきだっていうふうにね、10万円払うべきだって言ってた動画を証拠としてホールドしましたので、この後皆さんにお見せしようかと思います。そのまま、チャンネルはそのままでお願いします。で、岸田総理にお願いしますけども、ぜひね、これ配ってください。もう反対する人はいません。財務省ぐらいでしょ。けじらしてください、財務省。ね。 もうね、副総裁の言うことなんて聞かなくていいですから、とりあえず10万円配れ事業者に保証をしろ飲食店に金を突っ込め言った通りにやっていただきたいと思います。岸田総理、お願いしますじゃあ動画の方どうぞ。これが証拠動画ですからね、皆さんよーく見てくださいよ。岸田さんが、そのものが言ったこの動画、しっかりと岸田総理に突きつけさせていただきますよ。じゃあ、 一律給付金、はいまあ去年やりましたが、まあ、生活困っている方々に集中する形で考えていくことは必要ななのではないかいなのではつまり、前全員くて。岸田氏はひとり親や学生、フリーターなどに対して10万円程度の現金給付を行う必要があるとの認識を示しました。 また、業種や地域を限定せず売上が落ち込んだ事業者に支給される持続化給付金や家賃支援給付金について、今の政府の対策に上乗せする形で考えてもいいのではないかと述べ、もう一度支給することを検討すべきだと訴えました。財源としては、今年度予算の予備費を上げ、近く政府にも実現に向けて働きかけるとしています。